古いやつが映ってたのか、まあちょっと申し訳ないんですけど、そんなことをですね、言ってきただけです。野球も勉強も、基礎を徹底的に繰り返す。4800以降の頂点に輝いた田中ナインは、おととい、県民栄誉賞を贈られた。これが強さの秘密の一つなんですね。高田さんも、そしてパパンチとはなかった。やってましたけど、パパンチ心拍数の状態で、全ての筋肉、筋肉使ってたんですよ。ああ、だけどね、これをやったからって、ね、技術が上がるわけじゃないですよ。上手に置いてくれっていうのは、すごい、頑張りそうですよ。そうなんですけど、絶対上手に置いてくれる。でもね、監督ね、とは言っても、新学校に行ったから、放課後の3時間しか練習できないんですよ。サッカー部でそうだし、そうなんですよ。だから、甲子園の神様がね、降りてきたとしか思えないんですよね。だから、彼の強さの秘密をね、まあ、旅立つと、彼の方がいいんですよ。見つけたということなのかもしれませんけどね、はい、とにかく再試合になって、まあ、審査に受け付けて、延長、東京都の延長、やっぱりあの時に流れが生まれた感じがしますよね。それを自分たちの手で掴み切ったっていう、本当に毎日興奮させていただきました。ありがとうございます。監督もね、ご覧になってたんですね。まあ、僕はグルーがね、国際協会が、まあ、いろいろ見られてましたね。だから、そういう意味じゃ、今、こういう普通公開ですよね。だいぶ国際見ないとダメだね。なんかしら良かったですね。なぜかとは失敗で。本人たちも思ってたらね、思ってたらね。僕は個人的にちょっと思うのはね、押し出しのボールはちょっと僕は納得いかない。そうだ。ボールじゃなくてストライクだったのではないかと。でも、またね、そのまま無視っていうのがあるんですよね。でしょ。だからあれをボールって言い分けるとかすごいね。つい言っちゃう。そうですね。あれストライクでしょうね。ストライクですね。今見てる。監督はちょっと不意打でしたよね。だからね、珍しく打ってはならないんだけど。だからね。ただ、そうはいえ、やっぱりあそこで満塁ホームランが出るっていうのは。あそこまで来るというのは、ね、その事実だと思うし、今年、特待制度で問題になったじゃないですか。その年に、この高校が優勝するという、この奇跡もすごいですし。高校野球の原